女子 3000m 障害優勝、仙台育英高校佐藤譲選手でした。大会3日目に変更となっています。スクリーンにはその3日目の変更された跳躍のスケジュールが表示されています。9時55分 U20 女子三段跳び決勝、10時10分女子棒高跳び、
第3位、大塚高校
33秒45。第1位仙台育英高校佐藤ゆず10分26秒84です。プレゼンターは日本陸上競技連盟大倉久夫副会長です。以上で U20 女子
しています。またリオオリンピック出場で日本選手権2回の優勝者 AAA 山下幸吾、2011年日本選手権優勝者富士坊山下祐樹、茨城国体ともに2回で10m30の自己ベストをマークした福岡大学足立美穂は1番目を試技、伊藤陸は7番目、山下祐樹は10番目、山下幸吾は13番目、池畑は20番目の試技です。3番跳び間もなく競技開始です。高橋渚も参加しています。
この戦は2分49秒。メインスタンドから見て右側、A ゾーンでは17時20分より男子やり投げ決勝が行われます。日本記録は87メートル60、大会記録は84メートル54です。82メートル03を投げ、シーズンベストを更新するなど着々と調子を上げてきています。そして崎山優太は5月6日に行われた南記念陸上で日本歴代5位の15m40 で追う展開です。
次に投げるのはエイジックスポーツマネジメント小倉健二。
1組2レーン、そして2位のデイビッド小林舞は富山学院大学高島咲8レーン、スーパーブレスコ松尾紀奈7レーン、法政大学熊谷春美6レーン、籠谷稲岡1回目は 78m01
チモレ。
です。日本記録は11秒21、大会記録は11秒29です。準決勝は行われ、あと20までの4着以下上位記録1名が決勝に進みます。東京オリンピックオレゴン世界陸上 400m リレーで日の丸を背負った3名は直走に準決勝へ。スタートに11秒60を上回る11秒57をマーク。連覇がかかる霧島は余力を残して準決勝を通過したいところ。5月のゴールデングランプリ7位の住友電工伊賀瀬みどり、予選は11秒69で2位通過。4月の小田記念で11秒55をマークした南九州ファミリーマートを鶴田愛美、予選は11秒72で3位通過。霧島は1組、伊賀瀬と鶴田は2組にチャレンジしているのはベースワーク高橋真理さん。女子 100m 準決勝2組の結果発表。